キャロン・ウィーラーは、イギリスの R&B 女性歌手。一時、ソウル・トゥ・ソウルにも在籍し、その後ソロ活動に転じた。1963年1月19日、ロンドン生まれ。家族は、ジャマイカ系イギリス人であり、父親は、ジャマイカ出身のベース奏者、母親も同じく、ジャマイカ出身のシンガーだった。12歳の時、 ブリティッシュレゲエの女性トリオ、ブラウン・シュガーで音楽活動を始める。1980年代に入ると、クラウディア・フォンティン、ナオミ・トンプソンと共に、アフロディジアックというグループを結成。この頃から、エルビス・コステロ、フィル・コリンズ、アスワド、デビッド・ボーイなどのバッキングコーラスを務める。1980年代今つに、ジャジー・ビー率いるソウル・トゥ・ソウルに参加。そのファーストアルバム、 クラブクラシックスボリューム1収録の Keep on Moving Back to Life でリードボーカルを務めた。このアルバムのヒットによりグループはグラミー賞などの各賞を受賞したが、その後キャロンはグループを離れソロ活動に転じた。1990年にソロ第一作 UK Black を発表。その後アメリカに渡り、1993年にはソロ第二作。 戦いの女神の海辺を発表した。ありがとうございます。